よし、じゃあお疲れ様です。こんにちは。よし、やっていこう。前回の授業休んだ人、まあ、結構いるか。前回の授業休んだ人、頑張ってついてきてください。以上。ですね。大学から行きましょう。PBR と PER っていうものを例にとってその考え方についてやっていきました。PER の説明した方が、PER っていうものを考えていくときに、収益性が高い企業や利益性が高い企業が PR が高くなっていくっていうのが通例なんですけれども、そうじゃないっていう例を見てみて、その中で PR の、 その指標の確率というか絶対性みたいなものについて軽く議論をしていく中でいろんな疑問が湧いてくる感じでした。ありがとうございました。分かった。前回何やったっけ？前回出席した人、はーい。何やったっけ？マリン。前回何やった？前回理解したことも理解してないことじゃない？前回。思ったこととしては、単純にその PR が高いから成長率が高いというふうには言い切れないんだなというふうに思いました。そもそも PR って何だ？ PR What's PR? What's PER? What's PER? 株価は利益の何倍か。いいね。という指標です。
いいね、マリンいいね。株価利益の何倍か投資しようです。OK、じゃあその辺の復習からいきましょうか。まあ、前回来てない人たちもいるので、今日配ったハンドアウト、今日配ったハンドアウト、ハンドアウト for today、ハンドアウト for today。We'll start from there. We'll start from there. Okay? We'll start from there. これは非常に簡単です。非常に簡単です。はい。イベット。Where's イベット？You're there. 小暮春野。そこだ。Nice questions. Nice questions.I haven't answered your question yet, right? From the last class. ね、国立さんの質問にも答えてないし、Where's 遠藤くん？遠藤くん？見た？遠藤くんもちょっと疑問があるんだよな。はい。はい、それもまだ答えてない。で、前回の私の説明がちょっと悪かった。I should have explained in a different way. I mean, PR ね、PR. So let me try again, let me try again. で、oh, what's this? なんだこれは。いいえ。家にしましょうね。わけわかんないのは、まず物の値段ってどうやって決まるんですかって話がいきます。物の値段ってどうやって決まるんだ。 How a price will be decided? Forget about stock price. 株価を忘れてください。物の値段です。物の値段でいきましょう。今日はですね、何を持ってきたかっていうと、リンゴ、リンゴ2つ持ってきました。リンゴ、apples here on the left sideOf the apples. こういうことだね。Normal apples. 普通のリンゴ。これは普通のリンゴです。で、right hand side は奇跡のリンゴ。青森に奇跡のリンゴってあるの知ってる？知ってるよね。どう奇跡なんだ？何が奇跡なんだ、ほのか。完全に無農薬で、有機肥料とかも使ってなくて、自然界では絶対できないっていう、なんか自然のまま育ったリンゴです。そうだね。自然のまま育ったリンゴですと、No chemicals at all. No chemicals at all. And these apples are grown by a gentleman in Aomori Prefecture. Aomori Prefecture. And it's called a miracle apple. Miracle apple. And the price is really, really high. Yeah?なんかいつまでも出てるんだろうね。607484ですと。で、はい、いです。ミラクルアップね。ミラクルアップ。おいおいおい、どうなんだ。でと。はい。で、この左側の普通のリンゴ、ノーマルアップルズは3つ合計で600円だとしましょう。3つ合計で600円。右側のリンゴは3つ合計で3000円します。3000円。ね。そうすると1つ当たりの値段は200円と1000円だよね。200円と1000円。600 divided by 3 would give you 200 yen per apple. だよね。で、右側は1000円だよね。1000円。なんでこんなに値段は違うんだろう。なぜ普通のリンゴと奇跡のリンゴはこんなに値段が違うんだ。 Why the prices are so different between normal apples and miracle apples? Anyone? Most likely because of marketing and what they try to sell with the apples. Like, why is a MacBook more expensive than a normal notebook? It's like the value you get for buying a MacBook in addition.To the normal hardware. なるほど、マーケティングだ。So you're saying the qualities are the same, tastes are the same. Maybe same, maybe different. But you're saying should be almost the same, but the marketing technique is different. マーケティングが違うってことですね。他に理由ありますか？価格が違う理由。はい、他、何でもいいよ。はい、どうぞ。おそらくかなりコストをかけて奇跡のリンゴを作ってるからじゃないかなと思いました。あと供給量がとても少ないとか。いいね。
セカンドワンがいいね。He is saying that the demand, comparing the demand and supply, too little demand, too little supply ってことだよね。Too little supply. And also, costly だよね。costly. Maybe that's right. Maybe that's right. 正しいでしょうね。多分需給関係は正しいでしょうね。他理由ありますか？他。価格が違う理由。たぶんブランドとして奇跡のリンゴっていうブランドとして普通のリンゴと分けるために値段を引き上げてるのはあると思います。あっちの方もう一回奇跡のリンゴっていうブランドとして、うん、まあ位置づけて、うん、普通のリンゴと、まあ、分ける形で値段を釣り上げてるんじゃないかなと。なるほどね。でもじゃあマーケティングもちょっと近い。そうです。マーケティングと近い。OK。他ありますか？他ありますか？他ありますか？端的には多分質が違うよね。ほのかが言ったように。なんだっけ、農薬使わないんだよね。すごい手間暇込んでるんだよね。多分クオリティが違うんだよね。クオリティが違う。あとほのかゼリーのノーケミカルだとだよね。それクオリティ is different. クオリティ is different. But unit is the same だよね。Unit. I mean, number of apples. How many apples here? How many apples here, まさき？1, 2, 3 だよね。はい。How many apples here? 同じ3つ。1、2、3だよね。そうだよ、3つ3つだよね。ってことは、同じじゃん。個数同じだよね。はい、これ1個だよね、はい。これ1個だよね。で、これも1個だよね。はい、これも1個だよね。で、1個はいくらだっけ ?200円です。200円だよね。1 apple cost you 200円だよね。で、1 apple cost you は1000円です。1000円だよね。1000円だよね。これは、クオリティが違うんだよね。クオリティ is different.クオリティオブザアポイズデファイン質が違う。で、この200円っていうのは1個の何倍だ、単位を考えなければ。200円 is how many times of one apple? Forget about the unit. 単位を考えなければ200っていうのは1の何倍ですか？200倍でね、はい、200 times of one equals 200だよね。そうだよね。一方でこっちは1個に対して1000円だよね。単位を考えなければ1000円というのは1リンゴの何倍だ？1000倍。そうだよね。 1000 times of 1 equals 1000だよね。はい、そうだよね。 The same one apple だよね。同じ1リンゴなんだけども、こっちはロークオリティだから200倍の価格で取引される。こっちはハイクオリティのアップだから1000倍の価格で取引される。1に対してね、200 times 1000 times。 だから PER of apples here は200 times and 1000 times。 例え話ね、これ例え話。 We don't use PER term in determining the actual apple price, but to help you to understand easily what PER is, I brought this example. It's just an example. Yeah? ここまで OK。 ここまで OK。 ってなると、次2つの企業があったとしましょう。2つの企業があったとしましょう。この2つの企業は、these two companies are expected to make the same profit amount in this year. In this year. 今期、この2つの会社は、10億円という同じ利益を計上するというふうに予想されている。で、これはだから、カンパニー、左側カンパニー A としよう、カンパニー A。
で右側がカンパニー B としよう。カンパニー B。そうするとカンパニー A は今は10億円オプス、今は10億円の利益を、今は10億円の利益を上げてるんだけども、去年こっちが A ね、こっちが B なんだけど、去年の利益は5億円でした。 Profit of last year was half billion yen、 half billion yen。 This is for company A ね。 B 社は for company B Profit of last year は1 billion yen、 1 billion yen。 そうすると company A は What percentage is the sales growth rate? 成長率は何パーセント？こんちゃん、カンパニー A の成長率、利益の成長率は去年から今年にかけて何パーセント？3倍。ん、今年が10億円、去年が5億円、2倍だよね。2倍、そう、ダブルのプロフィットでしょ。で、B 社の場合はどうなってんだ。 B 社の場合は、あと1倍、1倍だよね。セームノーセールスグロースアトールだよね。ノーセールスグロース。ってことは、どっちがハイセールスグロースか。Which company is making a higher sales growth rate? A と思う人。You think A or B? Those think A? Those think B? A だよね。A の方が高い利益率だよね。100% セールスグロースだよね。100% 利益率。こっちは 0% セールスグロース for company B だよね。一方で、来年の利益。来年の予想利益、来年予想されている利益は、カンパニー A は15億円だとしよう。カンパニー B は10億円。So the profit of next year is project is to be 1.5 billion yen for company A and a billion yen for company B。 どっちの方が高いセールスグロースを実現するんだろうか。いいか。どっちの方が来年にかけて成長率が高い。 Which company is making is expected to make more sales growth? Company A? そうだよね、Company A。 10億円が15億円に増えて、こっちは10億円が10億円のまま。 Easy だね。 Easy 売上 Sales は、Company A は50億円、 5 billion yen of sales for Company A andYen of sales for company B. 1000億円。利益率はいくらだ？利益率。What's the profit margin for this year? 今期の利益率はいくらだ？カンパニー A の利益率は何パーセント？あるの？カンパニー A の利益率は？利益率。売上に対しての利益。50億に対しての10億。5。セールス50億円ね。利益は10億円。利益率は何パーセントでしょうか。What's the profit margin? 20。20だよね。10÷50。10 divided by 50。20%。 So 20% profit margin for company A。 一方で company B、 company B、 management、 What's the profit margin for company B? 1 company B is making 100 billion yen of sales, right? And profit is a billion. Then what's the profit margin?1% だよね。 1% 10 divided by 1000、 1% ってことは、どっちの方が利益率が高いかっていうと、明らかに A 社の方が効率的に稼いでるよね。 A is making more A is more profitable than company B, right? More profitable. They are making profit more efficient way, more efficient way, right? Because profitability is higher. 利益率高いよね。利益率が高いってなった場合、カンパニー A とカンパニー B、 皆さんだったらどっちの会社をより高く評価しますか。 So between company A and B, which company would you evaluate
more or higher? グループで話してください。Decide which company should be valued more between company A and B.Right now, so maybe it seems company A is a younger company and company B is more mature. Even though the profit in maybe in 3 years all the same, but the sales is really high compared with company A. So I prefer a mature one, and it's more safe for us maybe.今言ってたのは、この来年の利益っていうのはまだ実現されてないよね。来年の利益ってのはまだ実現されてないので、こう分かんないよね。分かんない。で、今は利益の額は同じだけども、規模は A の方がちっちゃい、 A の方がちっちゃい、規模は B の方が大きいと。で、ちっちゃいってことはまだ社歴が短いんでしょう。社歴が短い、まあ、ベンチャー企業みたいなもんですよねと。で、こっちはもう成熟した会社でしょうと、社歴も長いと。こっちの方が安全だしいいんじゃないというご意見、というご意見だよね、というご意見。That's one of the opinions, yes. 他 B 選んだチーム。Any other groups chose B? B? And why A? Why A? Why A? どこで Why A? Why is A? どうして A ですかね。どうしてだろう。はい。守って。
利益率が高いので A だと思います。利益率が高い because high margin、 high margin だから A should be better than B。 better than B。 他の意見はスペースに回して Why A? Because of the high profit. I also think because of the high profit margin. High profit margin and high sales growth. そうだね。通常はやっぱ A の方が評価が高くなる。Normally A will be valued higher or more than B. Than B. あの、リュウのポイントは多分、from bank's perspective, your comment is precisely correct. From a bank's perspective, あの、そのオピニオンはあの、あると思うんだよね。ただやっぱりいかに効率的に稼いでるかっていうふうな観点でいくと A の方が評価高くなります。評価高くとか。そうなった場合、皆さんは同じ条件だよね。 But the profit amount is the same. Same, same, right? 株価はどうなんだろう。 Are the stock price also same between A and B? 株価 A 社と B 社で同じなんだろう。でも皆さんは A の方がいいって言ったよね。You guys are preferring A to B. You like A a bit more than B, だよね。 Then you may give higher stock price on company A than stock, company B. 皆さん A の方が好きだって言ってるってことは A の方をより高く評価して B よりもあの高く多分評価するよね。ってなった場合、株価ってどれぐらい異なればいいんだろう。で、前回やったのが株価っていうのは、さっきのリンゴの例を思い出してほしいんだけど、リンゴの例、リンゴの例を思い出すと、リンゴの場合は1個に対して200円、200倍だったよね。こっちの場合は1個に対して1000円、1000倍だったよね。200 times of each one equals 200円で、1000 times of one each equals 1000だったよね。今多分これを企業に置き換える。 Let's put this as an example of a company. Rather than we say 1個 one unitWe would say 1 yen or 1 dollar or 1 euro. って考えると1 euro would be valued at how many times? ってのが PR. That's PR. 1 yen 同じ企業が作る1 yen 多分そのクオリティが違うんだよ。同じ1 yen でも。ので株価は A 社の方がクオリティが高いと思うわけだね。市場は A 社の方がクオリティが高い。同じ1円でもこいつが作る1円の方がハイクオリティだと。ので同じ利益なんだけどもより高く評価するんだよね。より高く評価する。ここまでいいかな。ここまでいいかな。どうぞ。ここまでいいかな。なんとなく。なんとなく分かっている。ってなった場合、前回学んだのは、前回学んだのはこうだったよね。前回学んだのはこうでした。株価っていうのは、一株当たり利益かけるこの PR っていう倍率で決まるって話をしたよね。Stock price equals earnings per share times PR. That's what we have done in the last lecture. だよね。で、これは same as market cap equals profit times PR だよね。Stock price かける number of shares は
マーケットキャピタルの話だったよね。株価かける株数ってのが時価総額ってものになりますね。のでこれは言い換えるならば、時価総額っていうのは利益かける PR、 マーケットキャップイコールプロフィットタイムズ PR っていうふうにかけるっていうのが前回やった内容です。前回やった内容だよね。全メンバー、全メンバーだとするならば、だとするならば、だとするならばだよ、するならばこちら、それでこの PR っていう数字は日本の株式市場では何倍が平均だって話だったっけ。 In the last lecture How much of PR is the average for the Japanese market? 15、15倍って話をしたよね。日本では平均15倍ですって話をしました。15倍です。